フランス式庭園。フランス式庭園。英語フレンチガーデン。フランス語ジャルダンフランセは、西洋風の庭園の様式の一つ。フランス式成形庭園とも、平坦で広大な敷地に、軸線、ビスタを設定しての左右対称性。幾何学的な池の配置や、植栽の人工的成形などを特徴とし、17世紀から18世紀にかけて、 主にフランスで発達した平面幾何学式庭園を指、社名を利用したイタリアのロダンテラス式庭園の様式がフランスの国土や政治形態にあった形に生まれ変わったスタイルで、その後世界的に大流行した。代表例にルイ14世の命により造園家アンドレル・ノートルが考案したベルサイユ宮殿の庭園があり、その成功により、 イギリス王室はじめ周辺各国の貴族庭園に多大な影響を及ぼした。その成形性は自然の規則性を反映するものであったが、設計の単調さにより施せるのと評されることもあった。フランスでも農業を営むには空地を耕さねばならない。その上、しばしば侵入者から畑を守らねばならなかった。フランス人が早くから庭や畑に、 大きな愛情を抱いたのは、こうしたことに由来し、フランス人が祖先の聖なる土地を守るとき、彼らは村や町のことよりも、その庭や畑のことを考えているとされる。庭は、数世紀については、プレオ、中庭形式であり、我が身を守るために、城塞の陰に身を潜めていなければならなかったが、これは、ブレオを、高みなる草地であって、高所に作られた人平の、 小さな草地、近くの野原の斜面に作られた区形の草原を意味した。フランスの庭が開花したのは、ルネサンス以降で特に宗教戦争の終わり頃からで、農業の振興と君主成果の社会の建設に力を注いだ種類の時代以降、庭園も、またそれに伴って飛躍的な発展を遂げた。他の国と異なり、フランスでは、農業の発展、社会の展開、 造園の三者間は常に密接な関係があったのである。15世紀末頃からフランスの庭に新しい息吹が吹き込まれる。豊かなイタリア美術とナポリで見た素晴らしく美しい庭に魅せられて帰ってきたシャルル八世はイタリアから一軍の造園家たちを呼び寄せてガイオン、アンボワーズ、ブロワなどの王宮の庭を作らせている。しかし、 ナポリの造園家たちの才能にもかかわらず、この貢献もまた、ロベール・ダルトアの銀子たちの場合同様、フランスの庭の精神を変えることはなく、ほんのわずか新しい要素を付け加えたに過ぎず、庭の周囲に流木を組み合わせて、トンネルを作り、そのドームの上に、朝顔やバラ、ツルクサなどを這わせ、またブロワで放棄枠に、鮮やかな色を塗ったり、 それを金メッキで際立たせたりしている程度でる。このことについて、ジョルジュ・シモンは、庭、1943年において、ルネサンスのイタリア式庭園には、大いなる構層や広い眺望が欠如していた、建物の平面が常に不規則でそういったもの、馴染まなかったのである。と説いているほか、ルネサンス期では、庭が住居と同時に作られたのではなく、 庭は、それ自身も好みに合わせて手を加えられた、中世の状祭に、後から、付け加えられたとしている。ジュリア・エスベラルの、図説庭園児によると、庭園には野生の花が咲き乱れ、その種類としてひなぎく、馬の足形、小玉木草、釣りがね草、草、紫のクロッカス、サフラン、スズラン、桜草、スミレ、雪割草、パンジーなどのほ他、野原、ユリ、シ薬。 アイリスなども植えられたとしている。鉢植えの赤いカーネーションは当時流行の花であったという。ついで十字軍によって、三座タ立ア青い、ライラックが、コンスタンチノポリスやダマスクスからもたらされ、苔に覆われた石造りのベンチも、ほぼ等しい間隔を置いて配置されたことが知られている。他ウーロンや粉船、さらには幹を丸いベンチで囲んだリンゴや桜の木もある。ジュリアベラルによれば、 当時、芝生の部分が、休息や遊に、踊りの場として用いられ、それ以外の部分は普通、レンガや、石や板で縁取られて花場や花壇になっていたという。庭のこの部分は、犬が入り込まぬう儀の柵で守られて、そうした柵は往々にして、その所有者の紋章の色を塗られていたという。こうした庭の様子をかなり細かいところまで知り得るのは、いわゆる中世の、 花模様のタビストリーを織り出す職人たちのモデルになり、またそれは様々なミニアチュール。例えば、シャンティー城の美術館のベリー校の糸も豪華なる自童書やクルシウスの本川書、あるいはアルセナル図書館のバレールマーキシム5196番第357ハウラやルノードキントーパン5072番第71ハウラなどにも見られるためである。 この時代の特色は庭に関する著作がたくさん現れたことである。このことは庭がフランス人の心の中でそれ独白の生命を持つものとなり始めていたことがわかる。数多い著作のうち注目すべきものとしては、シャルル・エスティエンヌのプレジデュームルステークムイコール園舎の土地やアントワーヌ像の園芸1576年ジャンリボーの田園の住宅、 1583年が上がる。さらに、フランスの最も優れた上官とされる、ジャック・アンドルー・エ・デュセルソーの図面集、1576年などが出版されている。デュセルソーの図面はすべて実際にその地を訪れて描いたものであるとされるが、この図面からその頃の庭のほとんどが大きな四角い花垣に仕切られた一末模様になっていたことがよくわかる。 1600年に出版されたオリグイールドセール農業一覧では庭についてもいろいろと記述されている。また17世紀半ばになるとドニフ・バロードリーの庭園論1636年やアンドレ・モレの庭の楽しみ1651年など専門家が記述した庭園設計についても多く出版させた。そこに述べられている庭園理論は明らかに ルノートルの際へと繋がるものである。モレはその中で、ファサードに垂直な大きな波木道を作ること、この波木道は必ず彫像、または噴線で終わり、その視点、すなわち館の前面に、半円また、方形の大きな広場を取って、広い眺望を遮るものがないようにすることを進めている。近代日本において洋館が建設されるようになると、 これに付随して芝庭などを配した、西洋風の庭園も徐々に制作されるようになった。代表的なものに、赤坂離宮、1909年完成がある。また、横浜や神戸など明治の外国人居留地や、都市部においても、近代、西洋的な公園の造営も行われ、整形した垣根、幾何学的に配置された、道路、水路、噴水など、 フランスの平面幾何学式庭園、成形庭園に見られる要素が導入された。ただし、これに加えて、イギリス式庭園の要素を設置した、西洋風庭園として、策定、干渉されることが多い。これは、この時期本国イギリスのイギリス式庭園でも、邸宅の近くは花壇を設置して、幾何学的に庭園を設計し、遠くになるにつれて、風景式にしているためである。 ホンダ六らの日比谷公園、1903年開園、や、アンリ・マルチネ、アンリ・マルティネの設計による、新宿御苑、1906年完成、福場隼人の庭園設計による、向こう離つまり宮、1914年完成は、平面幾何学式庭園、風景式庭園、日本庭園など、複数の様式を組み合わせて作られている。国会前提。 東京都庭園美術館、旧朝神谷邸、千葉県松戸市にある、千葉大学園芸学部、旧千葉高等園芸学校、宇都宮大学農学部、旧宇都宮高等農林学校庭園にも、同様の形式を持つ、庭園群を敷地に備える。校舎二つの学校庭園は、教材として構えている。この形式の庭園が構えるお広場や、そこにつながる一直線に伸びた道路は、 18世紀の都市計画にも大きな影響を与えたことが知られている。放射に伸びた道路と道路の交差地に円形の空地を置くパターンは関東大震災後、フランスから帰国した建築家中村純平が発表した大東京市復興計画案平面図の道路網パターンでもその片鱗が輝る。またそうした幾何学的なエンドパターンは イサムノグチ設計のモエレ沼公園でも採用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。